あそこは万葉館の庭園でございます。庭園、庭ちょっと見ましょう、撮ってみましょうかね。庭園を。これは何ちゅう庭園だ。枯山水。水の中に入るでください。はいはい。何も書いてないね。はい、こんなんです。はい。万葉文化館でございます。今節ね。B1 はやってないからね、今日はね。ね、だから。もみじです。もみじ、これね。もみじでございますけどね。庭園でございます。庭園。こっち。まあ字は綺麗やけど読まれませんねこれ。ね、さっぱり。崩してあるんでね、さっぱり読まれん。読んでもらえないと意味ないから、もうちょっと分かるようにね、日本語で崩さんと。崩さないとね、なんとか読めるけど、これもどちらの句かね、わかりませんけどね。この句はまたこれ、今井なんとかさん、ちょうど句は。これ欅です、欅ね、こんな感じでね。で、並ぶかも。わからん。あ、読まれんな。これ何のイメージかね。古墳のイメージかね、これ。何も書いてないかや。こんな書いてないね。何かのイメージで作ってくれたのやろうけどさ。わからな、わからんか。まあ高いだろうか。お、おかずらかも、おかず見えないね。今12時の鐘が鳴ってますね。これ。これ何、何も書いてないよ。残念でございました。はい、ここから行けるってことかよ。間を。こうね。はい、間を抜けていきましょう。なんか興奮感だけどね、あまりの長さにね、もう早め出ましたけど、おお、なんかや、ただ広いだけで、もうちょっとなんかね、これだけ石を使うんやったら作りようがある感じするんだけどね。咲いてんねや。咲きちょっと咲いてんやけどね、こんなね。水で咲いてんね。こちらの方もこれ。水咲いてないで。今そうしてるんですよ、お姉さんたちね。こんな感じです。これ水が流れたらほんまに綺麗だけどね、水がないんかい。飛鳥村だったら水がいるんやけどな、ほんとねえ。ホタテも万葉館、 あそこにほら剣徳もあるんですよ。剣徳やったか、仙徳やったか、仙徳やな、はい、仙徳。